データセンターの心臓部であるサーバデータセンター A データセンターとは各種のコンピュータやデータ通信などの装置を設置運用することに特化した施設の総称データセンターの中でも特にインターネット用のサーバや通信設備 IP 電話等の設置に特化したものはインターネットデータセンターと呼ばれるシステムインテグレーターの現場では DC と略される場合もある。電気通信事業者の光ファイバーやメタル線などの通信回線を大量に利用するため、通常のオフィスビル等と比べて非常に多くの光ケーブル等が引き込み済みとなっている。この他、大量のコンピュータからの発熱に対応するため、空調設備などが強化されている。また災害時にもサービスの提供に極力支障が出ないように建物自体も、 耐震構造とされている。電力会社からの電源供給も、複数系統から同時に受けるようになっているほか、電力供給が途絶えた場合に備え、大容量の蓄電池や自家発電装置等を備える。校内で火災が発生した場合にも、中に設置されている機器を極力痛めないように、水を使う、通常のスプリンクラー設備ではなく二酸化炭素や、ハロンガスによる、 消火設備を持つのが一般的である。フロア内部は多数の配線を通す必要からフリーアクセスフロアとなっており、19インチラックが大量に並ぶのが一般的な光景。一般的には利用者側がコンピュータサーバーやルータ、スイッチングハブ等を設置し利用する。通信回線も利用者側が個別に電気通信事業者と契約するのが原則である。ただしあらかじめ、 データセンター事業者側がそれらの装置を設置し、利用者にレンタルするケースも多い。データセンター側が、ルータサーバー等の設置及び管理を行うサービスは、特に、マネージドサービスと呼ばれる。また、イ d o c の場合は、イ d o c 側であらかじめ、インターネットサービスプロバイダーと契約を結んで、帯域を確保した上で、利用者はイ d o c からリセールを受ける携帯が普通となっている。 データセンター内部に設置された機器のセキュリティを守る観点から、フロアへの人の出入りは厳しく管理されており、入管には事前申請が必要な施設が多い。またフロアへ持ち込み可能な機器も制限されることがあり、厳しいところになると出入り口で金属探知機等のチェックを受ける場合もある。さらに同様のセキュリティ的観点から、データセンターの正確な所在地等をウェブサイトに、 被災しないなど一般には非公開としている事業者も多い。相次ぐ顧客情報持ち出しによる情報漏えい対策の重要性からセキュリティ設備の整ったデータセンターの需要が高まっている。近年日本国内では関東地域での大地震のリスク2006年8月14日首都圏停電で明らかになった大規模停電のリスクなどに対する事業継続計画。 災害リスクの分散策として大規模データセンターの三大都市圏からの移転が注目されている。また、大規模データセンターを北海道などの霊領地に移転することで冷却に必要な電力の削減も見込める。1960年代以降、大企業や金融機関は大型汎用コンピュータによる情報システムを導入するようになり、 情報処理サービス事業者が十分な耐荷重を持ち、空調設備や電力設備を備えた電算センターを建設するようになった。この電算センターがデータセンターの前身とされている。1990年代になると、インターネット接続サービスの普及、インターネットエクスチェンジの形成により、インターネットデータセンターが登場した。さらに2000年代後半には、 ERP システム等の業務システムの導入が進み、各企業で運用や保守のコストが増大したためシステムアウトソーシングが利用されるようになり、データセンターの立地も十分なスペースを確保できる郊外が中心になっていった。提供するサービス内容はデータセンターによって大きく異なる。地球温暖化防止の観点から、 データセンターの消費する電力の大きさに注目が集まるようになり、IT インフラの省電力化運動の一環として、データセンターの省電力化が2007年頃から推進されるようになった。グリーン IT を実現する具体的な方策としては下記に挙げるように複数の対策が行われている。現在、商用電源無停電電源装置サーバーなどの 機器の間で行われている交流直流 AC、DC といった電力変換を避けるため、データセンター内の受電設備において一括して直流に変換し、センター内の配電をサーバーなど、機器の動作に適した直流で行うことを直流給電という。交流と直流の変換によって電力のロスが発生し、約20%の電力が熱として失われることから、 この変換の回数を極力少なくすることによって電力の使用効率を高めるものである。現在直流給電で使われる電圧には 24V48V300V といった電圧の違いがあり、電力効率、適用可能な負荷の大きさ、安全性などにおいて違いがある。処理能力の低い旧型のサーバーやそれほど処理能力を必要としない。 サービスなどを複数まとめて、少数の高性能なサーバーに一括して行わせることで、サーバーの台数を低減し、サーバーそのものの電力使用量を減らすことに加え、稼働するサービスの量に比較して、データセンターの面積を小さくすることで、空調、水冷などに要する電力消費も低減することができる。仮想化に対応したソフトウェアとして、VMWare 全 Hyper-V などが有名である。 データセンターの消費電力の中で大きな割合を占める空調設備の電力を抑えることを主な目的としてデータセンター自体を寒冷地に設置する例もある。外気を冷却に利用する外気冷房、冬の積雪を貯蔵して春から夏にかけての冷房に利用する雪冷房、雪熱冷房などといった電力消費の比較的少ない空調システムを採用する。 ホワイトデータセンターも存在する。日本ではポータスが北海道釧路市に開設したデータセンターは外気で冷却している。釧路市は真夏日が0で夏日が年平均5.5日と国内有数の避暑地であるため可能である。桜インターネットが2011年に北海道石狩市に開設した石狩データセンターで外気冷房を大々的に採用しており、 同社では、外気冷房の採用により、空調コストは約4割の削減が見込めるとしている。また雪冷房、雪熱冷房についても北海道、空地地方美梅市がホワイトデータセンターの実証実験を行った実績がある。データセンターの使用する電力がどれだけ効率的に利用されているかを表す指標として、電力効率指数が策定されており、 アメリカ合衆国環境保護庁などが推奨している。これはデータセンター全体の消費電力を IT 機器が使用する電力で割った指数であり、数字は低いほど効率が良く1.0が理論上は最も効率の良いデータセンターであることを示す。従来データセンターは耐震、防災性能や電力、通信回線の要求を満たす必要性などから それらの性能を満たす専用の建物に設置するのが一般的であったが2000年代後半あたりから海上コンテナをベースに改装したデータセンターが現れるようになっている。コンテナ型データセンターはコンテナベースであるがゆえにトレーラーや船舶等での輸送が容易であり移動後も外部電源や通信回線をつなぎ込めば即データセンターとして利用が可能。 また空調設備等も含めたデータセンターとしての機能全般がパッケージ化されていることから必要に応じて増設が容易であるといった利点を持つ。一方で耐震、防災性能等設置条件にもよるが従来型のデータセンターに劣る部分もある。一般的には2006年にサンマイクロシステムズが発表したプロジェクトブラックボックスが コンテナ型データセンターの先駆けとされたが、実際にはそれ以前の2005年に Google がコンテナ型データセンターを実用化していた。プロジェクトブラックボックスの発表後、ライバル企業も相次いでコンテナ型データセンターに参入し、現在では多数の大手 IT ベンダーが同種のソリューションを発売している。日本では建築基準法による 規制の関係からコンテナ型データセンターの利用が難しいとされてきたが2011年3月に規制が緩和されコンテナ型データセンターのうち通常事務人で運用されるものについては建築物として扱わないこととされたため同年にはインターネットイニシアティブが島根県松江市にコンテナ型データセンターを開設したほか NTT ファシリティーズも神奈川県厚木市の NTT 厚木研究開発センターにコンテナ型データセンターを設置するなど徐々に日本国内でもコンテナ型データセンターの利用が本格化している。マイクロソフトは海中に沈めるデータセンターを開発中で英国オークニー諸島沖で2018年から2020年まで実験を行った。冷却は海水で行うことで空調にかかる電気代を抑えられるほか人間が 内部に入らないため事故率も地上より低いというメリットがある。ありがとうございます。